の選手の皆さんです。長友選手、ワールドカップお疲れ様でした。お疲れ様でした。自分が一番言いづらくなってます今。はい、辛いです。ブラボーって言うんじゃないかっていう空気がすごいんで、はいはいね、ブラボー普通に出してしまうと出たみたいな、出したみたいな感じで。ちょっと待ってください。じゃあやめてください。じゃあ今日な、今日吉本の劇場の会見ちゃうねん。じゃあ今日吉本の。イネス選手いかがですか。にこやかに。すごい。すごい。お前困らせんなお前。I love you。あ、通訳さん、通訳さん来てくれと。そう、通訳とかじゃなくてそばにおってくれと。こいつが何をするのかわからない。ボディーガードとして。そばにおってくれと。ちょっと近くにいてくれと。ちょっとすいません、イニエスタ選手にチョコレート渡す前に本当に危険な方じゃないかだけチェックだけさせてもらってもよろしいですか。危険じゃないよ。はい、何してんの。これでね。何してんのイニエスタさんに。あ、大丈夫か。やめろお前。何してんのお前。最低。お前スペイン帰ったらどうすんのお前。帰りはるやろ。ふざけんなよ。日本めっちゃ愛してくれてんねんぞお前。ピンポーンじゃねえんだよお前。これでスペイン帰りはったらどうすんのお前。運命の人をこの場所から見つけるためにチョコレートを持ってきました。Bueno, he elegido todo en el fútbol es importante como en la vida, pero me quedo con las jugadas en ataque y las combinaciones。まあ、サッカー全部大事なんですけど、自分のアピールポイントを言うなら攻撃時の連携プレーですね。Me too。Me too。お前も。結婚はされておられますか。あ、やばい。Estoy felizmente casado。幸せに結婚してます。もうええわ。アップデートされたゴールパフォーマンス。ああ、あの番組でこれに変わる、はい、あのポーズ、はい、こっからなんなんじゃそりゃっていう、はい、カタールで大バズりしたんで町野さんにあげたんですけども、あれ、はい、あれいかがでした。このあ、もう使う予定です。ほんますか。はい、俺期待してますよ。はい、もしゴールを決めた時は。そうそうそう、やってくれるんですか。はい、やります。緊張してるんですか。緊張してるんですか。可愛くて見れないです。可愛い、町野さん可愛い。アホ、何やそれ。あの遠藤康人選手がつけてた7番を今年からあの引き継がしていただいて、あ、すごい。その引き継ごうと思った決意、はい、あの器の大きさを見てほしいです。僕の、はい、何事に対しても楽しむっていう姿勢と、まあ、自分が楽しむことで周りを楽しませる、はい、でみんなで楽しみたいという気持ちを込めて、はい、この言葉にしました。どんな相手にも負けないこういうあの体の強さがあるっていうところで、はい、まあ、ユリアンさんの身に及ぶ危険にすごいしっかり守れるたくましい男かなと思ってます。どんな体勢からでもシュートを打てるっていうのが自分の良さなので、まあ、ユリアンさんにもどんな体勢からでもシュートを打てるかなっていうふうに思ってます。うお、来た。あ、あれあれ、あ、撃たれたシュート。食らってる。お、来た来た来た。あ、あら、あれ、え、タップダンス。うん、うん、撃ってよシュート。お前ちょっと、ごめんなさい。ちょっとお前工場委員会ちゃうで。工場委員会と思ってる。さんまさんがあーってこうへんで。お前駆け引きです。あ、ユリアンとの。あ、え、ユリアンとの。あ、ディフェンスじゃないです。はい、ユリアンと。え、ディフェンスの話やと思ったんですけど。あ、ユリアンです。ユリアン。はい、すみません。え、ユリアンメインですか。はい。復帰に向けて頑張っているということで、まだパワーアップした状態で戻りたいと思うので。なるほど。アピールポイントとして、はい。なるほど。いろんなフェチがあると思うので、はい、ぜひ膝に注目していただけたら。膝どうですか。はい。結婚してるんですけど、はい、先に言っといてもらえた方が良かったです。三男が可愛いダンスをしてたのを見て、あら、それをしようかなと。私の運命の人は誰だ。イニエスタ選手です。そりゃそうなりますよね。No, aparte de muy buena comediante, muy buenaDibujando también。 ジョークも面白いですけど、絵もうまいですね。どこがなんですか。